競馬 V の予想チャンネルでございますきっちり見ていってくださいねはいどうも毎週脅威の的中率回収率これが競馬情報の最高峰そう札束県でございますもう毎週無料でね、えー、いい情報のレースのねあの無料提供の方がありますんでもしよかったら今すぐ試すボタンを押してもらって無料登録だけでも十分ね いい情報がもらえますんで、専属関係者のレース提供中出て結構面白い、ね、あの予想の方をさえてるサイトですんで、もう参考程度でも結構ですから、一度登録だけでもしてみてね、えー、無料登録だけでも僕は十分だと思いますので、もしよかったらお試しあれ札田馬券はいどうもいつもお世話になってます、俺です。はい、そうですよ。競馬 V の競馬 V です。はい、ようこそいらっしゃいました。競馬 V チャンネルへ。 さあ、最後の G1。まあ、ホープフルステークスあんねんけども、最後の集大成と言ってもいい G1 の有馬記念でございます。はい。さあ、皆さんはどんだけかけるんですかもうここで一発、えもう最後やから言って多めにかける人多いんちゃいますまあ、そのうちの俺もそうなんですけどもね。はい、もう最後なんでね。ちょっとまあ、東京大商店とかも残ってるんで、ちょっと余力を残しながら、 えー、あり記念に挑んでいきたいなと思っているんですけども、正直今回結構硬いんちゃうかなと思っておるんですけども、とりあえず僕二頭軸で行こうと思ってるんですけど、まずその一頭が、もう絶対的、俺はもう一着か二着しか考えてないこのクロノジェネシスでございます。やっぱね、戦ってきたとこが違うもうこの馬だけは。 もう、貧馬、しかも貧馬絶対絡むからね、有馬記念。もう貧馬、貧馬、ワン、ツーもあっても、俺おかしないなと思ってるぐらいなんで、言うても週華賞ぐらいからもうめちゃくちゃ強いの強さ発揮してるじゃないですか。大阪杯2着、宝塚1着、で天皇賞秋3着、有馬記念去年1着ですよ。で、ドバイで2着、ね、で、ね、宝塚記念また取りましたと、2年連続ですよ、これ。 外線もはちょっとね、いかんせんだったんですけども、言うてもこれはもう能力の差がもう、実力の差、能力の差がかあの抜けてます。なんでクロノジェニスは絶対かなと思ってます。はい。そしてもう一頭絶対なのがこの3歳エイフォリア。もう伸びしろがありすぎてもうえぐいです。まさかのこのコントレイルに勝ちましたからね。 でグランアレグリアもね、これ、距離が合わへんって言いながらでも3着の中、エフフォーリア、もうこれはね、もうすごい強い馬だと俺は思ってます。もうここはもう3歳、これ1着これあっても絶対おかしないなと思ってるんでね。で、来年以降もこれかなり期待のエピファネイア3区のエフフォーリア、これはもうえぐいですよ。この成績、今からの実力考えたらね、外さへんわけにはいかん。しかも55キロなんで、もうこれ絶対的にいいですよ、これ。ね。 はい、その二等軸で行くんですけどもその相手としては僕ね赤い糸、うん、ほんで、えー、ディープボンド、うん、ほんで、えー、タイトルホルダーにしようかなと思ってます今回ワイドはやめますワイドはやめときますまず黒のとえじ、ー、ゃあ黒のとエフォーリアの生まれをこれをがっつり買うのと で、三連複ですね。この二頭軸の相手三刀入れての三連複。そして三連単で、一、一二着で、エフフォーリア、クロノジェニス、一着二着に固定して、三着固定で、えー、この三頭をつけていこうかなと思ってます。一二着はもうクロノと、えー、エフフォーリアにして、三着に、えー、赤い糸。 ディープボーンドタイトルホルダーにしようと思ってます。正直今回はもうこれ硬いやろと俺は思ってるんでね。うん、この2頭の1球しちゃうかなと俺は思っております。はい。まああとの3着狙いはね、この赤い糸もね、ちょっと牝馬でも怖い馬です。これエリザベス女王杯むちゃむちゃ強かったんでね。 はい、でタイトルホルダーやっぱこれ菊花賞は絡んでくるケースが多いのでドゥラメンデ3区これもまだまだ今から伸びしろある馬なんでねそしてディープボンド言うてもこれも強い馬ねやってきた相手も強いですしこの距離抜群に合うんじゃないかなと俺は思ってますんでねはいっていっちゃおうかなと思ってますですので今回そんな感じで買い目い,くいきたいなと思ってますんでよろしくお願いしますめっちゃ簡単やけども もう当てる気満々やし、自信はめちゃくちゃあるんでね。はい。よろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方、そして、えー、また、えー、説明欄の方に無料競馬情報サイトの方、ちょこちょこ貼ってますんで、もしよかったら無料登録だけでもしていってください。では、有馬記念、みんな、楽しみに夢を買いましょうということで、またお会いしましょう競馬ブイブいブいでしたまったねーあなたは知っていますか 中央競馬、地方競馬、予想情報サイト、馬、楽、馬、 楽をしておりますか。まあ、スマホ一つでね、簡単楽々に、えー、登録もできますんで、LINE からね、えー、簡単に登録もできますので、まあ、欲しい情報はあなたのポケットの中にあるということで、まあ、サクサクっと、えー、無料情報予想をやっておりますので、まあ、無料情報だけでも、えー、参考になるんじゃないかなと思っておりますので、簡単にね、えー、登録できるんで、一切、あのー、お金かける必要はないと思いますんで、 よかったら一度 LINE 友達登録からえ見ていってくれたらどうかなと思ってますはいではまたお会いしましょうでは本編へどうぞもしよかったらね説明欄の方にえ無料競馬サイトの方を貼っておりますので一度え無料登録だけでもどうかなと思っております信頼の実績で満足度ナンバーワン宣言 10K こちらの方もね よろしくお願いします。簡単無料登録で、プリプリっと、えー、予想を見て、えー、予想の何て言うの自分の、えー、予想の足しにしてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。別に、えー、有料会員になる必要性は僕はないと思います。いいと思ったら、ね。 してもららったいいいと思いますけど無料登録だけでも十分いい情報をね提供してくれているサイトですんでもしよかったら見てくださいよろしくそして「オールマイティ」というゲームチャンネルもやっておりますのでゲーム好きな方見に来てください。 せっかくだからよ、ツイッターとブログも見ていってくれよな。マジでよろしくな